ブログをご覧の皆さん、こんにちは、ホップでございます。あったかくなってまいりました。今日ご紹介するのはこちらのジバンシーのバッグの修理でございます。取っ手を変えまして、ボロボロだったですね。あとのここの部分、わかりますか、この上のテープ、あとここのテープも変えました。かなり分解する部位が多かったんですけども、ジバンシーのバッグ読み上げ替えました。これで気持ちよく、使ってもらえると思います。合皮だった部分が多くて、ボロボロになってました。このようにジバンシーのバッグを直しました。ホップです。またね。アフィダゼン。